ロシアのエフゲニア・カナエワ、16歳の選手です。このリボンは現在ワールドランキングは7位。あのピボットのうまさが大きな特徴です。ロシアのカナエワ。足投げです。去年の世界クラブ選手権ジュニアのチャンピオン。まだ16歳になったばかりです。ジャンプをしながらの投げ、座で受けました。非常に柔らかさを感じます。そうですね。ブーメラン投げ、ね、実に足をうまく使いますね。この速いターン、ちょっと絡まった。ちょっと絡みましたね。足でまた投げました。あー、このターンです。ですね、ロシアのエフゲニア・カナエワ、最後ピボット見せてくれましたね。はい、本人もおすすめのピボットらしいですね、はい、非常にメリハリの効くリボンを見せてくれます。まだ16歳になったばかりですからね、はい、練習も一生懸命やっておりましたね、ロシアからは次々に若い選手が出てきます。はい、楽しみですね。とても美しい選手ですね。164センチですが、それ以上にこう大きく見せる。そうですね。これ最後のピボットです。このピボットですね。綺麗に回っております。現在トップはロシアのベラセシナの 17.475。クラブでも5位に入ったこのカナエは 16.125。 なかなか高い得点が出ました。16点台です。4位です。